こんばんは。こんばんは。今日は、君島十和子さんをお招きして、はい、トークライブを行います。はい、よろしくお願いいたします。いや、楽しみにしてました。本当ですか？はい。なんか、山田先生の、はい、こう、YouTube をいつも見てて、なんかこういうなんかふわっとした、うん、いつものコーチとしての山田先生とは違う、はい、その雰囲気が、すごくね、ほっこりして。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。今、十和子さんが山田先生というふうにおっしゃってくださったんですけれども、はい、それは、十和子さんの会社の研修を私が担当したことがあって、はい、それで先生と呼んでくださってるんですよね。そうなんです。だから、はい、スタッフが、こう、育成、こう、ね、こう、接客とかを教えていただいている中に、私も参加して、うん、やっぱり一から、やっぱりこうそういうことを勉強させていただけるってやっぱ50代になってそういうことってなかなかチャンスがなかったのでもう目から鱗がボロボロでした、はあ、本当に嬉しいですありがとうございま す、まあ、それからのご縁で、はい、何度かこう関わらせていただいてるんですけれども私がこう十和子さんと関わらせていただくようになって、はいその仕事に対する姿勢とかこだわりというのがものすごくこう細やかにあるなっていうのがすごく、うん、びっくりだったんですね。びっくりというか、はい、ただものではないと思ったんですよ。で、私結構魅力的な人周りにいるんですけれども、ちょっと群を抜いてかなりこの方はすごい努力をされてるんだろうなとかいろいろ思ったんですよ。なので、今日本当にぜひその魅力の秘密について、はいお伺いしたいと思います。いやもう何がお話できるかちょっとね心配な。その最初にハードル随分こうハードル上げるじゃないですか。大丈夫です。大丈夫です。もう本当になんか私が見てきたものをすべて皆さんにお伝えしたいなって思うくらいなので。ありがとうございます。はい、で、まずね多分皆さんがなんでこんなに美しいのってね多分聞きたいと思うんですよ。なんですけれども。そう見えてるとしたら、はいはい、もう本当にありがたいことなんですけども、やっぱり本当に、この見た目と、この内面のギャップが自分の中にはあったので、そうですか。若い時は。はい、なので、それにすごくこう悩んだ時期もありました。何歳ぐらいまで？そうですね。やっぱりね、独身の時って、なんかこう、自分のことを、分かってもらいたいのにうまく表現ができてなくて、うんはい、すごくこう誤解されたりとかした経験があったので今はとにかく誤解を解くあ、うん、今はとにかく誤解を解く、はいじゃあもう内面とこう見た目というか外に現れるものが割と一致している感覚がある感じですかしたいなと常々考えておりますすごいいいですねなんかまさにその裏表がないっていうところは私がずっと感じていたところで、うん、だからその正直さが愛されて、うん、この化粧品とかもすごく売れ続けてるんだろうななんて思うんですよね、うん、どうですか？嬉しいななんか UV 系から始まったとお聞きしてるんですけれども、そうなんですよもう大そうですね、まあ、自分がそのスキンケアメーカーを始めるきっかけとなったのは自分の肌トラブルなんですねあそうなんですねで、はい、昔だから35年前のすごい大昔の話してもいいですか、はい、35年前、はい、もうせっかくライブなのでちょっと持ってきちゃったんですけど私これぐらい黒かったんですよこれ、はい、これねって感じですよね家にあったものなんでごめんなさいこう著作権とかあったら本当失礼して黒い航空会社のキャンペーンがある、まあ、当時はねそうこう夏のキャンペーンとかでCG がない時代なので本当に日焼けしてたんですよでその日焼けに対する知識もないし世の中で日焼けが怖い、はい、お肌に対して怖いよなんて誰も言わなかったので、そうですよね、もう私ね3年間ずっと日焼けをしてたんですね、うん、でその後そのキャンペーンガールのその時間が終わって期間が終わって、うん、で普通のお仕事になった時に、はい、もう日焼けはいらないわけじゃないですか、はいなので早く冷めたいんですけども、うん、その日焼けきっかけで結構肌がその19歳とか、まあ、20代前半なのに、はい、もうボロボロになっちゃったんですよボロボロっていうのはどういう感じですか毛穴は開くわ小じわはできるわ、はい、シミはできるしくすんでるしで、
そもそもあなんていうかなあのファンデーションも塗らないし、あそうなんです、ね、日焼けしてるとファンデーション塗らないで済むじゃないですか。黒いから、黒いから、はあ、隠すことないから。確かに黒いファンデーションってあんまりないですもんね。ないじゃないですか、はい、だから日焼けしてるとファンデーションの塗りが悪いなんても考えたことなかったんですけど、うんうんうん、それが冷めていく段階で、はい、こういろいろこうシミだのくすみだのが顔にたくさんあると、はい、やっぱりお仕事行った時にそれ隠そうとするから塗るじゃないですか、うん、そうすると不思議とねあの黒い上に白いもの塗るとグレーに映るんですよグレーですね。そうなんか、あ、はい、で今だったら簡単にねもうスマホ一つで CG で綺麗に修正できるんですけど、す、ね、昔はポスターのほくろ一つ取るんでも何百万円もかかった時代だったんですよ、その35年前は、あ、そうなんですね、だから一人だけグレーの顔をしてると叱られたんですよクライアント様に、でもそのぐらい落ちなかったってことですよね。落ちなかったし、その後のなんか肌のボロボロさ加減で、焦れば焦るほど間違ったお手入れ、今みたいに美容師もないし、はい、インターネットもないし、情報はもう本当に身近な人に聞いて、身近な人がこれいいよっていう、だからもうこれあのいろんなところでお話ししてるんですけども、それこそ母の使ってた某国産クリームのお高いクリームを塗りたくってみたりとか、そしたら20代前半なので何が起こったかというと、もうニキビだらけになったんですよ。あ、逆に油が多すぎたり。そうですよ、だからその芸能界にさせていただいたんですね、うん、私その30何年前はで芸能界にいながらも人前に出るのが苦手だったっていう、なぜかと言ったら肌コンプレックスで、あ、かわいそう、肌にコンプレックスがあるとこんなに自分に自信がないんだっていうことを嫌っていうほど経験してるんです。私ニキビ1個あったって気が重いのに。そうですよね、もう肌全体に。だから私20代のその前半のプライベートな写真が全然ないんです。今ここでさっきみたいに、ほら、はい、私こんなにニキビだらけだったんですよっていう証拠写真をお見せしたいんですけど、その頃写るんですっていうね、こういうので写真撮ってたんですけど、はいはい、そうですね、もうないんですよ、プライベートで写真撮りたくなかったんですね。あ、かわいそうでしたね。いや、でも、うん、でもその経験があったからこそ、はい、そのスキンケアメーカーを立ち上げようと思ったすごいその強い信念につながってるんですよ。なるほど、うん、そういう経験大事ですね。いや本当です。相当だから嫌だったってことですよね。いやだって嫌だったし、あと死活問題、うん、だって肌が綺麗じゃないモデルさんとかタレントさんなんて使ってもらえなかったんですよ。そうですよね、仕事がどんどんなくなっていくので、うん、死活問題でした。あ、そうなんですね。 CG がない時代だから、はい、で徐々にそのスキンケアには、まあ、お化粧品を作る前にも興味を持ち始めてこだわるようになったんですよね、はい、そうですね。あ、やっぱりこの肌じゃ仕事していかれないと思って自分で、まあ、もう試行錯誤ですけどもね、もうトライアンドエラーを繰り返して、でそしたら20代後半、20代、まあ、6、7歳ぐらいになったら、はい、あなた肌きれいねって言っていただけるようになったんですよ。でもそれスタートがどん底じゃないですか、はい、マイナスからのスタートなので、はい、たったその一言がもう本当に嬉しい、なんかこうズドーンとこう脳裏に響くような、はいはい、そういう思いをして、その女性にとって肌の美しさってこんなに価値があるものなんだ、うん、その 目鼻立ちとかどうのこうのっていうよりも、うん、その肌の美しさの価値観に20代そこそこで気がつけたっていうのが、うん、多分 そこが多分今の私がいる根っこのところになってるんじゃないかな。なるほど、そこからこんなに数々の化粧品が出るようなお店を作ってということですね。そうですね。最初から順調だったんですか？いやいや、そんなことないです。もうあの一番最初は本当に自分の思いで、その日焼けからその肌をボロボロにしてしまったっていう経験があったので、はい、それその日焼け止めを作るところからスタートしたんですけども、うん、やっぱり素人じゃないですか、はい、だからその、化粧品会社を作るところに行ったって、その専門用語もわからないし、もうあのすご何言ってるんですか奥さん、あもう結婚してたんですけどね、はい、
あの何言ってるんですか奥さん、そんなこと言って素人臭いこと言ってって言ってすごい笑われてたんですよ。だけどもやっぱり私こういうものがあったらっていう、もう確固たるイメージが頭の中にあったんですね。もう何年も何年もこういうものがあったら私みたいな苦労しないで済んだのになっていう思いがあったので、はい、いやいいんです、お願いですから作ってくださいって言って、で素人なのに試作の段階で27回も作り直してもらったんですよ。本当ですか、はい、1本作るのに、1本作るのにすごいこだわりですね。そしてそのたった1本の UV クリームがあの今の化粧品会社をスタートするきっかけになったんですね。その最初の1本が、はい、ちょっとこう言っていいのかな、ぶっちゃけ売れたんですよね。まあまあ、結局あの本当に売り方とかもわからないで、はい、当時お洋服屋さんをやってたんですけど、うん、はい、そのお洋服屋さんの棚の一つのところに置いといて、思い出しました、うん、はい、で、あ、これは何っていらしてくださったお客様が、あの日焼け止めクリームですって言って、お化粧下地にもなるんですよっていうお話をしていて、でそこからそのお客様方があの口コミですよ、いわゆる。すごい、だって一回も宣伝してないんですもの。だってインスタもなければ何もない時代なので、ね、はい、ブログもない時代なので、うん、あの何も宣伝してないんですけども、それがじわじわ広がって、おかげさまで。私その当時何かの雑誌に十和子さんが載っていらっしゃって、はい、でそのフェリーチェ十和子の、はい、そのクリーム、はい、UV クリームを紹介してたんですよ。でその時に家の中にいても日焼け止めが必要っていうことに衝撃を受けて、うんうんうん、じゃあ何カーテン閉めなきゃいけないのみたいな、うん、感覚になったんですけど、はい、でもそこまでその UV にこだわってるんだなっていう、そのすごいこだわりっていうイメージがものすごく強かったんですよ、はい、なので最初にあの研修のお仕事をいただいた時に緊張が走りました。あ、本当ですか。あのただものではないぞみたいな本当に。だからその私が UV クリームを発売した当時は、今はね UV ケアなんていうのはもう当たり前の時代ですけれども、はいはい、UV ケアを365日やりましょうなんて言ってる化粧品メーカーさんは正直いなかったんです。そうなんですね。だからなんで塗らない、その秋冬も雨が降ってる時も塗るのみたいな感覚だったんですけども、自分はその紫外線によって肌がボロボロになったんだっていう経験が私の体験と経験として肌の中にあったので、あの私の肌がこんなになったのは紫外線きっかけだっていう確固たる自信があったので、もう紫外線防止をしてくださいっていうことを、そのそうですね、だからあれは32、3ぐらいの時から言い始めたんですよ。そうなんですね、うん、でもその自分の苦い経験を、うん、そのお客様にもっていう、その気持ちがすごくやっぱり仕事への情熱につながってますよね。そうですね、うん、本当にそうだと思います。なんかその思いが、うん、あのもう最近本当にお仕事をさせていただいていて、こう純粋に人に届くんですよ、うん、でそれってなかなかないなと思っていて。暑苦しくないですか。あ、全然全然あ、全然なんか普通自分さえ綺麗になればいい、これもう美しさの秘訣教えないみたいになっちゃいがちなんですけど、そうじゃなくて多くの女性にこう綺麗になってほしい、そのためのお化粧品を作ってるじゃないですか。だからなんかあの私もこれこういうお付き合いがあるから言ってるわけではなくて、実際に使ってみて、あ、本当に効果があるなっていうものばっかりなんですよね。なのでなんでしょう、なんかこの本当にだってこだわってるし、こんなにこだわってるし、だから安全だし、こう自分も使い続けられるっていうのがすごくあって、そうなのでリピーターが多いんだろうなって、まあね、すごいありがたいです。すごい。普通の化粧品会社さんだったら、はい、まずはそのバジェットがあります、うんうん、そして、はい、マーケティングによってどこでどんな層にどういうふうに売るかっていうのが、はい、多分今の時代だったら最初に考えられることだと思うんですけども、はい、私の場合はもう自分はこれを使いたいっていう思いがあって、それから製品に対しても、あと成分に対しても、私の肌にはこういうものが必要だと思う、うん、それから私はこういう手入れを
してこなかったからこんな風になっちゃったから、この苦い思いはしてもらいたくないとかっていう思いがあるので、うん、はい、もう製品ができるのがもう一つ一つだったんですよね。あの最初からこうあの LINE で化粧水、あの洗顔料があって化粧水があって何があってカニがあってこのシリーズみたいなのがあったわけじゃなくって、もうお客様からじゃあこのクリームの前に使うものと後に使うものはどうしたらいいのっていうご質問から、まあそのない時は他社メーカー様の素晴らしいものはご紹介してたんです。ただ自分が欲しいものとか自分が使いたいものがないものを